フィリップ・コトラーは、アメリカ合衆国の経営学者。学位は PhD。ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院、S.C. ジョンソン特別教授。シカゴ大学で経済学の修士号を、マサチューセッツ工科大学で経済学の博士号を取得した。その後、ノースウェスタン大学のケロッグ経営大学院にて、教授に就任した。現在は、 S.C. ジョンソン特別教授を務める。現代マーケティングの第一人者として知られ、日本でも数多くの著書が翻訳されるとともに、解説本なども出版され、主要な学術誌に90点を超える論文を寄稿している。コトラーの著書の日本語翻訳は、主に村田昌司、一石俊明、恩蔵直虎が監修している。2008年1月9日、 バラブイバラチャンドランと顧客のセグメンテーションターゲティング、ポジショニングを解く、STP 理論や、マーケティングの 4P にパブリックオピニオンポリティカル、パワーを加えた 6P 理論、または 4P にピープルプロセシーズフィジカルエビデンスを加えた 7P 理論などが有名。また、その研究活動は、営利事業の分野だけにとどまらない。美術館や非営利事業の資金調達、 あるいは政治活動のマーケティングの研究など、その足跡は多分野に及んでいる。時代と共に変遷するマーケティングの概念を平易で具体的に説明していることなどから、近代マーケティングの父、マーケティングの神様と評される。マーケティングは生産物を処分するための技術などではなく、本物の顧客価値を生み出すための活動で、顧客の生活向上を支援する概念でもある。 マーケティングの役割とは絶えず変化する人々のニーズを収益機会に転化することだなど、マーケティングの本質について広く理解を得るための活動を行っていることで知られる。一方、マーケティング教科書の神様と批評されることもあり、フィンランドのマーケティング学者、クリスチャン・グレン・ルースはコトラーが体系化したマーケティング理論を否定、批判している。なお、 マーケティングの 4P を最初に提唱したのはエドモンド・ジェローム・マッカーシーだが最初に提唱したのはコトラーだと誤解しているものも多い。コトラー自身も最初に提唱したのはジェリー・マッカーシーだと述べた上で日本では 4P の最初の提唱者が私だと思っている読者がいるがちゃんと先達がいたと説明している。自社製品が市場でどれだけのシェアを獲得しているかによって リーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャの4つの競争地位に分類され、それぞれが適した戦略を実行すべきと主張している。インドネシアでは、コトラーの肖像を描いた切手が発行されている。実定のミルトン・コトラーは、コトラーマーケティンググループの代表を務めている。ありがとうございます。